どうもはい、桜が咲いてますよ。桜が、もう夕日が、どうすかこれ、夕日が落ちてきてます。はい、どうもー。あれ来たか。来たね、来たよ。はい、今回ね、究極の僕が一番好きなマインドセットとかにしときましょうか。僕が一番好きなマインドセット、これね、やってみなきゃわからないっていうね、やらなきゃわからないか、やってみないとわかんないか、まあどっちでもいいんですけども、まあこうテストするっていうのがね、僕はすごく一番好きなマインドセットなんですけど、まあ当たり前なんですけど、やってみないとわかんないんですよ。どうすか、全部。もうやる前からわかるんだったら、予言者でしょうね。ノストラダムスですら予言できなかったわけですから。ノストラダムスの大予言、地球が滅びる2000年 X みたいなね。どうすか、一応まだ地球ありますね。そう、だからまあ預言者ですか、預言者でも予言できなかったみたいな。そう、だからまあやっていく上でほとんどの人がなぜ行動が止まるのかっていうと、このテストするっていうマインドセットがあんまないんじゃないかなと思うんですよね。テストしていくっていう、このね、テストマインドってすごく良くて、その結局そのいかようにも取れるんですよ。だからそのもちろんその何かをこうやっていく上で、なんか目標を掲げてね、こうやるっていうのは全然いいことなんですけども、もし仮に設定したものにいかなかった場合、はあみたいになるわけですよ。だけどこれテストだよってことだったら、テスト結果になるので、そのテストしてる、うん、そのテスト結果がこうだ、じゃあ次に改善しようってしやすいんですよ。だけどそれがテストマインドがないとすごい落ち込んでしまうっていう、人間は感情の生き物で、感情の浮き沈みがテストっていうマインドがないと落ち込んじゃうんですよ。ああこんなはずじゃなかったとかね、ああ全然再生されないとかね、ああ全然反応取れないとか、全然リストが取れないみたいな感じで落ち込むんですよ。で落ち込んだ状態でじゃあ次につなげやすいかっていうと、どう考えても次につなげづらいですよね、落ち込んでんだから。うん、だからね、テストやりながらこうテストしていくっていうのが僕は好きですね。とにかくテストしていくっていう。で実際ね、さっきね、マイクが多分ちょっとマイク調整できたと思うんですけど、原因が分かって、結構そのさっき赤に振り切ってたんですよ。だからちょっと音割れだいぶしてたかもしれないですけど、すいません。でそれが結局その分かったんですよね、原因が分かって、こっちの無線マイクであんま撮んないんで、無線マイクの設定がマックスになってたんですよ、音量拾うやつが。いつもどっかの弾みでちょっとマックスになっちゃったのかな。いつもはね、中間ぐらいでやってる、これは中間に戻したんですけど、だから多分音割れあんましてないよな。うん、はい、改善です。前回はちょっとひび割れしてたかもしれないですけど、今回はそこまでひび割れしてないんじゃないかなと思います。こっちのゲージでも赤にそんなにいかないので、うん、まあ、このテストですね、テスト。そう、あとね、そのなんだ、1話目でも言ったかな、その最近僕の本買ってくれた人の中でね、完璧求めてますみたいな人いたんですけども、その完璧求めてもね、完璧な結果は出ないので、うん、そう、保証されてないので、完璧を作ったから絶対に売れるという保証はないんですよ。うん、だからこれね、本当ね、僕ね、いろいろやってきて一つね、すごく面白いなっていうデータ、テスト結果をシェアするんですけども、当時ね、そのジョイントして沖縄にね、僕の塾生さんであやさんっていう人がいるんですけども、そのあやさんと商品売るときに結構ドローンとか飛ばしたりとか、プロモーション PV とかめっちゃ結構力入れてやったりとかしてたんですよ。なんか綺麗にやったりとかしてて、でいつもと違う感じを出してたんですけども、出しすぎて、まあ僕ってノー編集でいつもこんな感じでやるので、まあちょっとね、今回はカメラいいやつにしてるので綺麗かもしれないですけど、まあそのなんか
編集すごいしてたんですよ。でその販売したら販売した時にお客さんの声で吉田さんと、いつもと違う動画だったんで僕がに必要ないと思って見てませんでしたみたいな、どうですか。あまりにも画像が綺麗すぎて編集とかしてるからなんか俺じゃないなみたいな、ちょっとレベルが高いのかなって言って見られてないっていうね。まさかの見てないのかみたいな。でなんか後半なんかちょっとなんかのきっかけ見たら、あーこれ欲しいってなったって言って、まあお問い合わせいただいたんですけども、編集頑張ったのに見られてないみたいなね。なるほどみたいなね。だからまあ僕のね発信の仕方が他の人とやっぱ違う部分はあるので、まあそう思う、あそう思う人もやっぱいたん、そう思う人もいたんだなっていうね。うん、だからこれやっぱね、いろいろやってみないとそのフィードバックがやっぱ得られないので、やっぱねフィードバックの数が少ないのか大きいのかによってやっぱその後のいろいろ変わると思うんですよね。でじゃあフィードバックの数って結局やってみないと分かんないんで、うん、で大事なところはそこからやっぱ改善していくってことですね、ちょっとでもいいんで。うん、そう、本当はねこれ動画撮る予定なかったんですよ、すいません、連撮りです、連撮り連撮りなんだけど、車運転してたらあれ桜咲いてんじゃんみたいな、そう桜咲いてますよ、桜ちゃん春ですね、桜咲いてて、あこれ絵的にいいなと思って、まああとはやっぱね、そうそうそう、さっき動画撮ったばっかりで、ね、もう帰ってたんですよ。で帰ってだけど見つけたんですよ。であ桜撮りたいなと思って、でこれも結構大事なんですけど、思ったら吉日っていう言葉もあったりとかするじゃないですか、思ったらそれ吉日だよみたいな。だけどそのみんな思ったとしても、それを思いをその思いをすぐ行動にしないから、その思いってどんどん下がるんですよ。申しますね、思った瞬間っていうのが一番パワーが出てるんですよ。でそのパワーを使わないんだったらどん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 減るんですよ。で減った状態でやろうとしてるから、それは動きづらいよねっていう、申しますね、思った瞬間っていうのが一番パワーが振れ幅あるんですよ。なんだけどこれすぐ使わないとパワーにも賞味期限あるんで、どんどん目減りしていくんですよ。でこの状況で行動を促すって結構逆に大変なんですよね、だってパワーが少ないわけですから。うん、だから思った時にできるだけやる、思った瞬間にできるだけやるっていうこの考え方もすごく大事です。なぜならば一番最大値なんです、そのパワーが。うん、やろうと思った瞬間にやるっていうね、これもすごく結構意識して、もちろん人間なんでね、全部がそれできない場合もありますよ、あるんだけど、その数を増やしていくといい結果になります。でも多くの人は9割の人は思ってもやらないんですよ。で時が経つとその思った時の思いがどんどん減るんですよ本当にマジで。うん、だからそれも非常にもったいないですよね。だから思ったらすぐやるっていうのもすごく大事なマインドセットですね。だから本当は予定はなかった、もうこれ今日は終わり、帰ろうと思ってたけども、桜があって綺麗だなと思ったんで、よし撮ろうと思ってね、ですぐ回してるわけですよ、違う場所なんですけど。うん、でもこういう積み重ねだと思うんですよね、結局のところは。うん、みんなやっぱ思ってもすぐやらないので、でまあ普通に考えると思った時が一番最大値なんで、そうどうすか。そうだけどみんなやっぱね、その思いを殺してるというか、せっかく生まれたパワーを踏みにじってるって感じですよね。うん、せっかくパワー出てるのに、やるぞって決めてるのにやんないから、どんどん消えてるっていう。もったいないなって話ですよね。やっぱ思ったらすぐやるっていう、それを逆に言うと、思ったらすぐやるっていうことを習慣化レベルまですると、もう全く本当に人生変わりますね。だからその1億稼いだコンサル生も、なんだ、2月か2000万いったのも、まあ音声対談ちょっと言ってたかな、なんかその2000万上げたんですよ、2月は。でその時も思ったらすぐ始めたんですよ、そのプロモーションをね、そのハウスリストで、まあ今広告経由からこう売り上げ作ってるんですけど、ハウスリストのキャンペーンやろうと思って、ですぐやって、まあ結果的にそのハウスでも1000万上がって、広告経由からも1000万で合計2000万ぐらい上がったんですけど、でもその思ったらすぐやっぱやるっていうのが、やっぱ彼もやっぱできるようになったわけですよ。多分全部じゃないと思います、僕も全部じゃないので。だけどその数が圧倒的に多分増えてると思います、昔に比べるとね、その1億稼いだ子は。
うん、なんかこの数が多いか少ないかって結構すげえ大事だと思いますね。でもその思った瞬間できない一つの理由としてああだこうだやっぱ考えるので、みんなだからそこの思った瞬間にやるためが その考え方も大事なんだけど、その考え方を実行する考え方ですよね。その思った瞬間やれないんですよ。でなんでやれないかっていうと、人は感情の生き物でいろんな感情が出てくるんですよね。失敗したらどうしようとか、あこれ取り直しこれちゃんと取れるかなとかね、なんだろうな、これうまくできたかな、あーダメだとか失敗だとかね、うん、そうだから僕ね、あのこれも一つの、まあ、考え方というかね、面白いあの事例があるんですけども、あのトイストーリーって僕好きなんですよ。トイストーリー、トイストーリー見たことあります？トイストーリー3だったかな2だったかな、なんか最後のエンディングでトイストーリーって別にその人間が役者としてやってないですよね。人間が役者としてどうですか、人間が役者としてやってないですよね。トイストーリーって 3D で作ってるキャラクターじゃないですか。つまりあの何ですか、あれがないんですよ、なんだろうな、あのセリフを失敗するとかそういうのないですよわかります？なんだ NG シーンってないんですよ基本的に。だって 3D 自分で作ってるわけですから、まあ、役者の人だったらね NG とかあるかもしれないですけど、基本ないじゃないですか。でトイストーリーすごいなと思ったのが、その最後のエンディングの時にそのわざと NG シーンを作ってんですよ。いやこれね僕ねすげえなと思いましたね。 NG シーンをわざと作るっていう発想すごいなっていう。どうですか、これトイストーリーのなんかの最後のやつはあの NG シーン流れますからね。 NG シーン流れるんですよ、これすごいなって。だから NG シーンをわざと作ってるんですよ。であとはまあよくね、あの昔、まあ僕テレビ最近見てないんであれなんですけど、昔とかはテレビ番組でもドラマ、トレンディードラマとかすごいあった時とかはその NG シーンをまとめたものがコンテンツ化になって、いろんな、まあいろんな人が出てね、ドラマに出てた人が出てて、その NG シーンを見てね、ああでもないこうでもないみたいな、あるじゃない、見たことありません？要は結局 NG シーン失敗がもはやコンテンツになってるんですよ、それって。そういう考え方とか、まあ、事例も実際あるんだけども、そういう考え方があれば失敗したものでも使いようによっちゃコンテンツになるし、わかります？失敗がコンテンツになるんですよ、ね、もはやトイストーリーなんかわざと失敗してる映像作るみたいなNG シーン作るみたいな。そうだからそのなんだろうな、別に完璧じゃない方が逆に価値を届けられたり面白みとかエンタメを届けられたりとかするんですよね。うん、だから僕がその脳編集をこうやってるのもみんなやっぱ作り込んでるじゃないですか。だからその生感がないんですよね。だって全部編集すれば何でもできるんですよ、別に切ればうまいようにね編集すればそうだからまあそれはそれでまあ見やすいだろうしいいと思うんですけども、逆に言うとその脳編集で僕無修正でずっとやってますけども、これはこれで一つの味があると思うんですよね。他の人が出せないような味ですよ、もうリアルタイム感ですよね。だからそれはもう僕はいつも言ってますけど、柴田さんの発信の仕方を見て、あこういう発信もあるんだなっていう、カメラに向かってただ喋ってるだけなんですよ、風景変わらずね、でガチャンみたいななんかやってるんですけど、なんかすげえ生っぽいんですよ、もうめちゃくちゃ生っぽくて、あいいなと思ってね、うん、だから結構ね、だからなんかそのいろんな価値があるのでこうじゃなきゃいけないっていうのはないんですよあんまり。うん、なんかみんながなんだろうな、まあみんながやってるからまあそれに影響されてこうやるっていうところもあると思うんですけども、うん、だ例えば今だったら、あ音楽 PV この前見た時に、音楽 PV の例えばあいみょんさんとか他の、ゆうりさんとかもそうかな、今16:9のワイドというかね、その画角なんですよ。だけど昔って4:3のテレビブラウン管時代ですね、ブラウン管時代って4:3なんですよ。でわざと今この例はブラウン管がないのに4:3で映すんですよっていう PV もあるんですよ。どうですか、最新はもうワイドみたいなね、16:9みたいな、このフル HD みたいな、こんな感じなんだけど、その昔のブラウン管の昔風のあれをアレンジする上でわざとやるみたいなね。でも結果それも味が出てるんですよ。あいみょんさんのやつのフィルム調のやつあったんですけどね、それもその昔のその雰囲気を出していくっていう、だからそれはそれで味があるわけじゃないですか。どうですか、別にその最新のみたいな今風のじゃなくてもいいんですよ。
それはそれで味があるし、だってそのブリキのおもちゃとかもね、何でも鑑定団でもあったと思うんですけど、ブリキのおもちゃとかもその昔のもんやみたいな話で、だけどそこに価値があると思う人は何十万払ってブリキのおもちゃ買うわけじゃないですか。あとはレトロカーとかもそうですよね。どうですか、昔のもう本当にレトロのなんだろうな、旧車みたいなのもあると思うんですけど、旧車は旧車で最新じゃないけどその味があって、それがいいっていう人もいるわけですよね。だから結局出してみないと分かんないんですよ、何がいいかなんか。自分の価値が、自分はこれがいいと思っても、例えば自分は最新の車がねいいと思ってても、その人にとっては旧車が好きだったら旧車の方が価値があるわけじゃないですかね。そうな、テストを本当テストしていくっていうのが本当大事ですね。テストの回数を重ねて改善していくっていうのが本当に大事だなと思いますね。いろいろやってみるっていう、でやらないと分かんないっていうの。でもみんなやらないと分かんないんだけども、やる前にあだこうだ言って止まるんですよ。しかもさっき言った通り思った瞬間パワーが一番あるのに、そのパワーを目減り自分でさせてるっていうね、それは行動なかなかできないよって話で、まあそこら辺の話もね、今回出す R の思考の中でね、いろいろ言ってますので、プログラムの中で、はい、何分だ、16分ぐらいか。いやでもね、全然日が、ちょっと夕日が、お、夕日がすごい、夕日が落ちてきましたよ、夕日が。スカイラインです、スカイラインが通ってきましたよ、スカイラインが。どうですか、夕日が綺麗じゃないですかこれ、夕日が綺麗ですよ。もっと綺麗なスポットあるんですけど、まあ今日は桜ね、ちょっと桜、ちょっとせっかくなんで桜を、桜、お、いいじゃないですか、なんかプロモーション PV みたいじゃないですかこれ、お、いい、いいね、お、いいじゃないですか、美しい。どうでしょうか、これもね、今後止まらなかったらこれ撮影できないですからね。綺麗じゃないですか、そう、寄れる、どこまで寄れる、ここら辺か、桜咲いてます。いやーもう春ですね、うわ春だ、春ですよ、うわーすごい、すごい、あ、ちょっとこれ後で確認したいな、どんな感じで写ってんだ、綺麗ですね、いいじゃないですか吉谷さん、吉谷さん、いいじゃないですか、はい、夕日も落ちますけど自分の人生も落ちてきますよ、どんどん年取ってきますよ、僕も今年で42歳ですけど、やらないと人生終わっちゃいますよ、はい、やりましょう、やるために、やれない、なかなかやれない人はね、今回 R の思考をプログラムを受講していただいて、本当変えてほしいなと思います。でもね、考え方が変わると、まあビジネスももちろんそうなんですけど、生きていく上でのすごい強力な武器になるので、人生生きてるといろんなことあるじゃないですか、でそのいろんなことを対応できるようになるので、でも逆に言うとその思考がアップデートされてないと、そのいろんなことあった時に対応できないっていうね、でそれをもうギュギュッと僕はもう何十年こう勉強してきてね、実際やってきて、でこれだっていうやつをね全部まとめてますので、時短できますよ、時短、180万とか100何万のナポレオンヒルも一応勉強してますからね、ナポレオンヒルプログラム100何十万
あのなんかアタッシュケースで入ってたやつまあ僕の場合はね、すみません、会社にいっぱいいろいろ教材あったんで、東京で働いてる時だから会社にあったんですよ、ナポレオンヒルのそのプログラムもいっぱいありましたね、本当に。多分ね、教材だけでもう3000万4000万ぐらいあったと思います、いっぱい、本当に相当ありましたね。それもまあラッキーっちゃラッキーでしたよね。そう、まあそれらをね、それらをギュギュッと凝縮してるわけですから、なかなかいい内容だと思うんですけどね。しかもできるだけその分かりやすくは僕は解説してるつもりなんで、分かりやすくね、結構あの難しかったりするじゃないですか。でそれをできるだけ噛み砕いて分かりやすく説明をしてるので、あのしかも順番でこうやってますので非常にいいと思います。まああとね、テクニカル的なところも入ってますんで、そう、まあ、マインド以外にもテクニカル的なところもいっぱい入ってますので、まあもう本当にもういいんじゃないかなと思いますね。これ新学期スタートする上では、これプログラムあれば、全然このプログラムをマジでがっちりやったら全然変わると思いますよ。はい、では終わりたいと思います。どうですかね、ひび割れはあんま、多分こっちで見てるのはひび割れあんましてないので、すいません、パソコンで早く確認したいですね。はい、で4月1日にですね、出しますので24時間限定で、はい、興味ある方は裏メルマガ登録しておいてください。この YouTube の下にねリンク入れておきますので、では。